よく2班に分かれる皆さん気になる質問が届いております。2班ですか？はい、設問、はい、質問の方を先に見る派ですね。はい、太田先生はどうですか？僕はやっぱり設問を初めに見る派ですね。同じですね。はい、同じです。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾お茶の水本高校社長の太田です。太田先生、はい、今回はよく2班に分かれる皆さん気になる質問が届いております。2班ですか？はい、派閥があるですね。これ分かれちゃいますね、おそらく。はい、今日はこんな質問が届いています。はい、英語の長文を読む際、質問を見た後に読むべきか、一旦長文を読んだ後に読むべきか、どっちがおすすめですか？私は質問を見た後派です、ということで、まあ、長文って文章があって問題がついてるじゃないですか。はい、で長文を読んでから問題を見るのか、あるいは先に問題を見ておいてその後長文を読むのか、どっちがいいですかっていう質問ですね。はい、でこの人は質問、設問のことですかね。その問題を見た後に長文を読むよっていうタイプらしいです。はい、でどっちがおすすめなのかっていうのをね、今日は話していきましょうか。はいはい、僕は、設問、はい、質問の方を先に見る派ですね。はい、太田先生はどうですか？僕はやっぱり設問を初めに見る派ですね。同じですね。はい、同じです。でここでさらに分かれるのが、はい、選択肢の内容まで見る派と、はい、選択肢は見ないよ派なんですけど、はい、僕は選択肢見ない派でした。はい、太田先生どっちですか？僕は、場合によっては見る派です。あー、場合によって選択肢見る派、はい、選択肢まで見るんですね。なるほど。というわけで、じゃあどうしてそういう風にしてるのかっていうのをちょっと話していきましょうか。はい、まずそもそも設問を先に見る目的としてなんですけれども、はい、これは文でどんなことが書いてあるかなっていうのを予想につけるためだと思うんですね。なるほど。前提知識がないまま、長文に行くと、長文で分かんない単語とかがあって引っかかった時に、そこからもう霧の中に入っていってしまうようなイメージになってしまうんですけれども、はいはいはい、ある程度例えばこれは、あ、これは医療系の内容なんだなとか、あ、これは、法律かかってるなとか、これは結構哲学の話題だなっていうのは説問を見ればなんとなく分かることがあるんですね。でそういう事前知識を持ってから長文に入っていくと心構えができるっていうのが一つあって、その心構えっていうのはすごくメンタルにプラスに作用するので、そうすると多少難しい単語とかがあったりやったとしても、まあ、あまり迷わずにそのまま読み進める、読みやすくなるのかなと思いますので、やっぱり設問も自分としては設問を先に読む目的っていうのはそこなのかなと思っています。なるほど。というわけで、その長文を読みやすくするために設問を先に読んでるんだ、はい、で場合によっては選択肢まで読むよ、はい、ということですね。でこの選択肢まで読む時の、はい、まあ、ポイントとしては、はいはいはい、たまに間違っているものを選びなさい、はいはい、この8つの選択肢の中から間違っているものを2つ選びなさいっていうのがありましたら、はいはい、これ6つは合ってるんですね。確かに。ってことはこの6つっていうのは結構要約になっていると、まあ、ヒントというか、はい、ヒントになっていると、はい、まあ、なので、軽く、まあ、読んどくとかなり長文読む助けになるかなと思うので、そういう場合には結構読んでました。なるほど、はい、というわけで太田先生はその設問を見る目的としては文章の内容を、推測するために、はい、設問を先に見ようとしてるんだっていうことですね。まあ、そうですね。で、はい、僕ちょっと違う観点から話をしていくと、はい、僕は問題を解きやすくするために設問を、読んでます。なるほど。で一番最初僕受験勉強始めた時は逆やったんですよ。長文読んでから設問見てたんですけど、うん、その時に設問見たけどこれどっかに書いてあったなと、で長い長文のどっかに書いてあった、でもどこに書いてあったのかもう一回探すのしんどいなって結構思ったんですよ。はいはいはい。でその時気づいたのは、これ後で見てるから後で問題をチェックしてるからどこに書いてあったのかわからなくなるんやと。で先に問題を見ておいたらそんな時間のロスは起こらないなと思って、じゃあ一段落目の内容、一段落目のパラグラフを読むとこの4つの選択肢のうちどれが正しいですかとか、3段落目のパラグラフを読むとこれどっちが正しいですかっていうふうに、ある程度こっから探してねって問題書いてあるじゃないですか。でそれを先にチェックしておいて、あ、この範囲から、答えが、この範囲の中に答えが含まれてるんだなと。
である程度問題の根拠のメモ紙をつけるために先に設問をチェックしてますね。そうすることで時間のロスというか無駄がだいぶ減ったなっていうふうに、受験生に感じてましたね。そうですね、まさにおっしゃる通りで、やっぱり回答の根拠ですね、はい、ここのメモ紙をつけるために設問を読むと、はい、はい、僕はそういう、まさに、はい、おっしゃる通りですね、はいはい、なので、基本的には、設問を先に、そんな時間かけなくていいと思うので、はい、すぐ短い時間でいいので先にチェックしておくことをお勧めします、はい、それはなぜかというと、その設問をチェックした時に長文の内容が推測できるっていうことが一つポイントと、もう一つは、問題の根拠となる部分の目星がつきやすくなる、時間のロスが減るっていうことが、目的でした、はい、なんでまたぜひ、長文をね、今のやり方通り、後でね、長文の設問を見た後で長文を読んでいくっていう風にしてもらえるといいんじゃないでしょうか、はい、今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。